ブログってどうやって作るかっていうとこの商品を売りたいだからこういうユーザーを集めてこないといけないこういうユーザーを集めてくるためにはどういうキーワードで上位表示をしなければいけないのかこのキーワードで上位表示するためにはこういう記事を書こうっていう順番でやっていかなきゃいけない結局のところ中地さんとは何者なんでしょうか <laughs> 深い質問きたはいということで今日最初の質問が実は社会人8年目で 本日転職面接で内定が出ました。おめでとうございます。一方、どうもその企業は副業 NG です。ブログ始めて2年収益も多いときは7万円程度出ているため何とかバレずに続けられないかと思っています。サイト売却して手放ししかないでしょうか何かアイデアがあればご教授お願いいたいです。いや、別に普通にやったらいいんじゃないですか副業 NG の会社でブログやってる人なんて山ほどいるんで。まあ、その推奨するわけじゃないですけど。 もちろん副業 NG ってなってるんで、やった方がいいよとはなかなか言いにくいですけど、ただそういうところでやってる人も山ほどいるんで、別になんかアイデアとかないです。そのままやったらいいんじゃないかなと思います。まあその辺の副業がバレるかバレないかみたいなところは、なんかその専門家の人が YouTube とかいっぱい出してるんで、そういうのを見てもらえればと思います。まあでもみんな、おおよそ僕も同じですけど、そのブログの副業がバレるぐらいになったら多分めっちゃ儲かってるんで、そしたらタラリーマンやめたらいいんじゃないとか、そんな感じで思いますね。 はい。まあ、なんか、でもこれだけだとあまりにも無責任な感じになるので。まあぜひ調べてみてください。別に副業 NG の会社でやってる人いっぱいいます。だって公務員でブログやってる人だっているんで、公務員基本副業 NG ですよね。そんな珍しいケースではないので。 検索ボリューム少ないキーワードで上位をたくさん狙うか、ボリュームが多いキーワードを集中的に上位を狙うか、初心者にはどちらがおすすめですかまあ、前者ですかね、どっちかっていうとあの。ボリュームが多いキーワードを集中的に上位狙うって別にいいんですけど、あのそれで SEO 上位取れたら誰も苦労しないので、現実できないと思いますよ。できるんだったらやった方がいい。それは少ない記事で、少ない労力でお金稼げることになるんで、でもできないです。っていうか、普通に検索ボリュームの少ないキーワードで上位をたくさん狙うっていうのも多分成立しないです。 そんなに簡単に上位取れないんで。まあ、検索結果とかを見れるとわかるんですけどね。結局、検索ボリュームが少ないキーワードでも、あの、強い競合が上位表示されてるんで。だから、どっちにせよ難しいは難しいです。ブログを立ち上げて3ヶ月ほど経つのですが、ウーバーサジェストを見るとヒンクが7入っているようなのですが、ドメインパワーはまだ1です。大体いいどのくらい獲得するとこくらいまで上がるんでしょうかいや、ないですね。それはもうドメインの強さによります。あの、例えばめちゃくちゃドメインパワー強いところからもらったら一気に上がります。本数じゃないんです、基本的には。 あの、リンクの質が重要だと思ってください。だから、ぶっちゃけ誰かわからないブログから10本とかリンク受けても、ほとんど SEO には効果ないです。それより、例えば有名な企業からリンク受けるとか、そっちの方がよっぽど SEO には効果ありますね。ただ、それができるかできないかっていうのはまた別の話ですけど。あの、数に意識を持っていかれるといいことないので、注意してください。飲食店を経営しているので、実体験に基づいた開業を考えている人向けのアドバイスブログを書いてみようかと考えています。しかし、紹介できるアフリエイト案件があまり、 多くなく、マネタイズ方法に悩んでいます。自分の書いていたいブログに対して適したアフィリエイトがない場合、アドセンスなどで稼ぐしかないんでしょうかいや、別にそんなことないと思いますけど。っていうか、開業を考えてる人向けのアドバイスブログを書くなかったら、そのアドバイスを有料にすればいいじゃないですか。なんでアフィリエイトでマネタイズしようと思ってるのかがちょっとわかんないですね。なんかそこまで行くんだったら、普通にそれも飲食店のコンサルとして入ればいいと思うんですよ。わざわざアフィリエイトでマネタイズする意味が全くないと思うので。そしたら、利益率もめちゃくちゃ高くなるし、 そのマネタイズについても全然悩むことないと思うので、僕だったらそんな感じでやるかなと思います。ゲーム攻略ブログを運営しています。先日誰もが知る棒大手ゲーム攻略サイトを運営しているメディアからお問い合わせがあり、特別参加の案内行きました。ウキウキで連絡しましたが、Google フォームに必要事項を入力してくださいと言われました。その中に Wordpress のログイン ID、Wordpress のパスワード入力がありました。これはいわゆる特別参加詐欺でしょうか、えー いわゆる特別単価詐欺っていうのがあるのか知らないですけど、詐欺ですね、普通に。意味不明ですね。ワールドプレスのログイン情報、ログイン情報聞くなんてもう絶対ないです、そんなの。てか、教えちゃダメです。えー、っと、普通に詐欺だと思います。っていうか、多分、その棒を追ってゲームコレクサイトは関係ないと思います。なんで、素直に ID、パスワードを変えてしまってください。そんなんあるんだ。すごいな。話のネタになりそう。覚えとこう。ブログ100記事書いても稼ぎませんでした。インフルエンサーの言うことは本当ですか インフルエンサーの言うことは本当ですか誰の話かちょっとわかんないんですけど、僕はブログ100記事書いて稼げるなんて言ったことないので、まあ無理かなと思います。なんだろうね。言ってることってケーキ100個作れば、ケーキ屋さんとしてお金稼げますかみたいな話と同じだと思うんですよね。いや、無理じゃないいや、それはできる人もいると思いますけど、もともと料理人をやっていて、すごい知識、経験、技術があれば、多分できる人全然、ね、いると思いますけど、別に100記事書いたことで稼げるって関係ないんですよね。 その、てて価値提供をして、それが、まあ、それの対価としてお金をもらうっていうのが、まあ、ビジネスの基本だし、ブログもそうなんですけど、だから、ブログの価値提供といえば、分かりやすいのは誰かの悩みを解決するってことなんですけど、じゃあ、100記事書いて、それで誰かの悩みを解決できてますかちゃんと集客できてますかっていうのが大事。100記事書くことには、ぶっちゃけ何の価値もないんですよ。言ってしまったら。まあ、そりゃそうじゃないですか。例えば、じゃあ、100日間日記を書いてました。これで稼ぎませんって当たり前ですよね。だって、その日記を求めてる人いないんだから、誰も。 その個人的に毎日に控えてる人って世の中にいっぱいいるんですけど、じゃあその人たちがみんなお金稼げてないってとってなるじゃないですか。別にそんな普通ですよね。別に誰かの悩みを解決しようとも思ってないし、価値提供もできてない。で、集客もできてないからお金を稼げない。それと同じですよね。だからブログで100記事書くというか、ブログの記事を書くこと自体に価値があるわけではないので、 ちゃんとブログってどういう風にお金を稼げるのかっていう、そのビジネスモデルだったり、省流だったり、何をしなきゃいけないのかっていうのは本当に考えた方がいい。なんかその辺考えてなくて多分稼げてない人ってマジで多いと思いますね。とにかくインフルエンサーとか、誰かが100記事書けって言ったから100記事書きました。毎日更新しろって言われたから毎日更新しました。でも稼げません。みたいな。いや、そりゃそうですよ。もうそれはね、もうしょうがない。まあ言ってしまったら、じゃあ毎日サッカーボール蹴ってればプロサッカー選手になりますかって。いや、それはなれないじゃないですか、ほとんどの人は。 言ってること,とそれと同じですね。おかしい。3ヶ月間毎日サッカーボール蹴ってるのにプロサッカー選手になれないのおかしいって言ってる人がいたら、いや、そんなのでプロになれるわけないって絶対わかるじゃないですか。それサッカーやったことない人でも多分分かりますよね。僕もそんなにサッカーやったことないですけど。でもブログ100記事書いて稼げないみたいなのは本当それと同じですね。それ100記事書いて稼げたら苦労しないよねっていう話で。なんかそれが本当に稼げるんだったら SNS とかもっと稼げてる人が溢れてるはずですよ。 こんなにみんな悩んでない。だって100記事書いて稼げるんだったら。でもみんなが悩んでて、やっぱり稼げる人が少ないっていうことは、それじゃ稼げないっていうことですよ。だから、いつも言うんですけど、みんな誰でもできることをやって稼げるかって言ったら、稼げないんですよ。まあ、そらそうじゃないですか。誰でもできることには価値が生まれないので。で、ブログで100記事書くのはどうかっていうと、誰でもできますよね。言ったら。まあ、できない人ももちろんたくさんいますけど、ただできる人が多い。だって100記事書けばいいだけだから。それだけだと。 1>, 1記事書いたら残りは99。次の記事書いたら残りは98って。どんどんカウントダウンも進んでいくじゃないですか。で、100記事書いたら稼げるって。いや、そんなに簡単なことはなくて。だったらみんなそのもサラリーマンとかやらない。もう世の中ファイヤーしてる人だらけ、ブロガーだらけになるはずですけど、そう、そうなってない。っていうのはやっぱりそれじゃあお金稼げないからなので。だからまあ、インフルエンサーの言うことが本当かどうかっていうよりも、やっぱりその本質だったりとか、本当に自分は何をしなきゃいけないのかっていうのはよく考えてほしいなと思います。転職ブログで成功している個人ブログ、 の方がいいららっっしゃったら教えてください <laughs> まあ個人プログの方って誰が言うか分かんないですけど、転職アンテナとかもともと元さんとか個人じゃないですか。まあ今は企業ですけど、もともと個人でやってて活躍でってたんで、それとかで。<laughs> まあ有名な人とかいると思うんで、そういう人の参考にするといいかもしれないですね。まあ最近は転職アンテナも SEO が下がって大変っていう話がありますけども。まあそれでも参考にはなるんじゃないかなと思います。 ブログ開始6ヶ月目で、1、記事数は100、記事の質は普通。2、記事数は20、記事の品質は高い。だと、どちらが SEO 的に効果的でしょうか半年後に収益を目指していますが、記事数を上げて上位表示するか、記事内容を充実させて上位表示を狙うかわかりません。いや、2ですね。記事数を上げて上位表示はできないです。あの、その理論が本当だとしたら、じゃあ、記事の質が悪くても1000記事書いたら上がるのかって言ったら上がらないです。<laughs> 絶対に上がらない。 ま、絶対にって可能性ゼロじゃないけど、ほぼ上がらないんです。あの、さっきも言ったんですけど、それが本当にできるんだったら、みんなもっと稼げてますよ。だって、それが本当だったら、外注さんに安い金額払って、記事めっちゃ書いてもらって、めっちゃ投稿しまくればいいだけなんで、ほんと誰でもできます。まあ、お金は多少かかるけど。でも、それで稼げないからみんな困っているわけで、誰でもできることとか、どうすると価値が高くなるのかとか、そういうのを考えた方がいいですよね。 ま、読者ファーストでいいんですけど、考え方として。どっちのが読者ファーストになるかですよね。例えば、記事の質が普通で100記事あるのと、記事の品質が高くて20記事あるの。どっちが読者ファーストになるか。もう絶対後者です。これ多分前者だって思う人いるかもしれないですけど、絶対に後者。いや、記事数が多い方がいろんな悩みを解決できるじゃないか、みたいなね。あの、品質が低くたっていろんな悩みを解決できる方がいいじゃないかって思うかもしれないですけど、絶対そんなことにはならないです。そうやって考えてしまう人は、 SEO とか検索エンジンとかインターネットの仕組みっていうのをまだまだ理解できてないと思うんですけど、そもそも論として、記事の質が普通とか低いものを100記事書こうか1000記事書こうかそんなの SEO で上がらないから、あの誰にも見られないんです。誰にも見られないっていうことは、結局誰の悩みも解決できないし、価値を提供できないっていうことですね。別にそういう記事が、なんか1記事でもあったらダメとかではないです。あの自分のブログに集客できてるんだったら、ブログ内の内部リンクでアクセス流せるんで、別にそれはいいんですけど、そもそもの前提として、 記事数がいっぱいあったところで、それがほとんどの人の目に触れることがないので、だから一緒です。ないのと同じ。まあ自分がだって何か調べ物をするときにわざわざ100位の記事を見に行くかって見に行かないじゃないですか。他の人も同じですよ。って考えたら100位の記事が何百記事だろうが何千記事だろうが、もう本当に意味がない。まあ結果的に読まれなければ誰の悩みも解決できないから。だから正解は記事の品質を高くして、それをできるだけたくさん書くっていうのが正解です。もうそれ以外にはないです。これ、えっ、ー、と答えとして。 ま、唯一例外があるとするんだったら、めっちゃ強いドメインパワーのドメインを持ってるとか、そういう前提だったら別に、えっと、記事数増やしていく感じでもお金稼げるかなとは思います。別にそれはされていいです。それは戦略なんで。えっ、ー、と、ドメインパワーがめちゃくちゃ高いから記事の品質っていうのをちょっと落として量産していく方が効率よく稼げるっていうからそういう風にする。別にそれはあり。僕もそういう戦略でやることあるんで。でも基本的にそんなめちゃくちゃドメインパワーが強いものなんて持ってないじゃないですか。 まあ今ね、企業のドメイン使うとかっていうのが割と流行ってますけど、そもそもそんなドメインをもう借りることができない、話ができない。だから普通にブログをやろうと思ったら、もうとにかく記事数を減らして品質を高めていくっていう、そういうやり方しかないかなと思います。スパムコメントが急に増える時期があります。ポジティブに考えると新たなトラフィックが生まれて検索も増えているからだと思っていいですかいや、別にそんなことないですね。多分スパムコメントは普通にボットなんで、全然関係ないしプラスもないですね、正直。 だからプラスっていうこともないかなとは思います。本当に質のいい記事なら100個でもいいかもと思いそうですが、並大抵にはできない気がするので現実的じゃないですよね。いや、別にいいんですよ、100記事でも。ただめっちゃ大変だし、めっちゃ時間かかります。あの、だから時間かけて書いていくしかないので、その記事数を増やそうと思って、じゃあ100記事書きました。それ全部を質の高い記事にするのはマジで大変です。多分その辺の基準の違いだと思いますね。多分初心者の人はその辺がわからないんで、 え、記事書いてちょこちょこって直したらめっちゃいい記事というか質の高い記事になるんじゃないのみたいな。多分その質の高い記事の基準が違いすぎるんで。それこそオリンピック選手、100メートルとかでオリンピックに出る人の足が速いっていうのは、そもそも100メートルを10秒とか10秒前半で走れるみたいな感じじゃないですか。でも普通の世の中で100メートル速いって、まあせいぜい12、3秒とかで走れれば多分めっちゃ速い方だと思うんですよね。 でも12、3秒なんてオリンピックに出る100メートル走で出る人からしてみたらもうめちゃくちゃ遅い。だから人によって基準が違うので、その基準の違いっていうのはかなりあるんじゃないかなと思います。だから初心者の人は自分の中でめっちゃ頑張って書いてるし、努力はしてるんだけど、それでも基準には達してない。だからアマチュアの世界では1位だけど、そのプロの世界に入ると、やっぱりそれが全然強化されないっていうのはあることだと思うので。だから結局何が言いたいかっていうと、その質を高くするっていうのは結局それでも、 自分のできる限り質を上げていかなきゃいけないので。でも質を上げようと思ったらどうしても記事減らさないとダメなんです。記事数をたくさん書いて質を上げるっていうのがもうめちゃくちゃ難しいので、単純に。できるんだったらやった方がいい。でも基本的にはできない。まあそりゃそうじゃないですか。記事数増やせば増やすほど1記事にかける時間は少なくなるしかなくて。で、時間が少なくなれば当然質も下がっていっちゃうので。 だからそうならないようには注意してほしいなと思います。なので、たくさんの記事を、たくさん、えっ、ー、と、高品質に書きたいんだったら、もう人を雇うしかないんです。これは。それか時間をかけるか。一人でやるなら時間をかける。時間をかけずに、高品質な記事を量産したいんだったら人を雇う。もうこれのどっちか。もうこれはこどっちかしかない。一人でやって、短時間で高品質な記事を量産するはもうできない。もうよっぽど知識とか経験とかがすごいある。そういう前提じゃないとできないかなと思います。まあ、なので、 まあいつも例えて出すんですけど、僕がアフィリエイトの記事を書くんだったら別にできると思います。一人で毎日1記事、高品な記事を量産するっていうのは、まあかなり大変ですけど、できなくはない。まあ SEO 狙いってなるとな、またきついから、SNS とかを使っていいんだったら別にそれでも全然いけるかなとは思います。それはでも17年間やってるとか、いろんな前提があるからそれができるだけで。それと同じぐらいのものを持ってないと多分できないので。<laughs> まあ、だから結局のところやっぱり記事数考えずに質を追っていくっていう方向にしかならないだろうなと思います。今後は特にですけど。構築中のブログコンセプトに合わせ、権威性専門性を持たせるために資格習得の勉強をしているのですが、 それまでは特に記載できる肩書きのないただの主婦です。学んできたことを記事にしながら、資格取得後に肩書きを記載するという流れでブログ記事を書き溜めていこうかと思っています。何かこういう流れでいくといいよというアドバイスあれば。いや、別にないですね、正直。別にそれでやったらいいんじゃないかなと思います。あのね、基本的にみんな焦りすぎですね。その早くお金稼ぎたすぎだなっていうのはめっちゃ思います。その今のやり方がダメとかではないですけど、別に、例えば資格取得のために1年とか2年かかって取得をしました。 まあそれまでにブログをやってても、それからブログをやってもいいんですけど、で、それでお金稼げるようになりました。例えばブログを1年とか2年。なんかそれでも良くないですかそんなに速攻でお金稼ぎたいっていうのはすごい思う。例えば1年とか2年資格取得のために時間を費やしたとしても、その長い人生から見れば、別に誤差みたいなもんじゃないですか だってコロナになってからもう2年以上経ってるわけですよ。誰もこんなことを想像しなかったわけで。じゃあコロナになった時に時間ができたからって言って資格を取得しようって本気で勉強し始めた人だったら結構難しい企画ってもう取れてると思うんですよ。それこそ時間ができたからじゃあ英語を勉強しようって言って英語喋れない人で、例えばこの2年で英語喋れるようになってる人とか世の中多分いっぱいいると思うんですよね。日本人の中でも。 で、それを活かして、えっと、そこからブログをやってお金を稼ぐ。別に全然いいと思うんですよ。例えば何もない状態で、じゃあ3年間やるのと、1年間をその資格取得のためにめっちゃ勉強して、あと2年間ブログ運営するの。どっちの方が稼げるかって言ったら僕は、後者だと思うんですよ。1年間ブログ運営しないけど、資格取得のためにめちゃめちゃ勉強して、何か肩書きを作ってブログをやる。こっちの方が稼げると思うんですけど、なぜかみんなやんないんですよね。それはなぜかって言ったら、1年間絶対稼げないことが確定するからなんですけど、そうじゃなくて、まあ少しでも早くお金を稼ぎたいって思うからなんですけど、 やっぱり何年やってもうまくいかない人って、まあ世の中いっぱいいると思うんですけど、そういう人はやっぱ焦りすぎだよなと思います。だから客観的に自分に何が必要なのか、何を求められているのか、何をしなければいけないのかっていうのを考えて、そのやっていくっていうことは本当に重要なことだと思いますね。あの、焦りすぎない。あの、焦らないこと、マジ重要だと思います。まあ焦らないっていうか、普通にあの資格をね、資格取得の勉強してるっていうところで、それはすごい良いことだと思うんですけど、 なんかそれもだから年単位でいろんなことを考えていけるといいですよね。僕は割と特にここ数年はそういうマインドで生きているので、ウェブ食 TV とかも別に本当に半年とかでお金稼ごうなんてマジで思ってなくて。だって明らかに後発組だったんで、芸能人とかもバンバン始める中でビジネス系 YouTuber も全盛でっていうかなんだったらちょっと落ち目ぐらいで始めてるんで、それが半年から1年で花が咲くとは思ってない。だから2年とか3年やって、まあそれなりになればいいかって思って始めたんで。 だからその間は正直収益的にも赤字だったし、まあめちゃくちゃしんどかったんですけど、でもそれでもいいやと思ってやってて、まあようやく2年ぐらい経って、まあブログっていう狭い世界ですけど、みんなに認知されるようなものになったのかなと思ってるんですよね。まあ別にこれで終わりっていうわけではないんですけど。だからそのぐらい長いファンでいろんなことを考えてやってるんですよね。まあ僕とかそのブログで言えば割と実績もある方だと思うんですよ。 まあその昔からやってるし、代理店で働いていたっていうのもあるし、今でもまあブログとかアフィリエイトやってるし、まあその人脈的な意味でも、ね、普通の人よりはつながりもあるし、でもその中でやっててもそうやって2年とか3年っていう時間をかけてやっていこうっていうふうに思ってるんで、やっぱりブログも同じですよね。ブログだって、これがまだブログっていうものができたてで、今すごい市場が伸びてるものだったら別なんですよ。もっともっと早い期間でお金を稼ごうってしてもいいと思うんですけど、ブログって言ったらもう20年前からあって、 で、なんだったらブログオワコンっていうのが本当によく言われるじゃないですか。で、プラットフォームとしてやっぱりブログが今イケイケだって思う人ってのはいないと思うんですよ。まあそれは僕もそう思っていて、ブログがオワコンだとは思わないけどイケイケだとは思わない。やっぱりプラットフォームとして旬なのは、それこそ今だったら TikTok とか YouTube とか、まあインスタとか、そういう方がプラットフォームとしての旬は、まあブログよりはね、その注目もされてるし。だからそういうものに、えっと、後で、 乗っかって、それでもすごいスピードでお金を稼ぎたいっていうのはやっぱりできない。もうそれを言うんだったら、えっと、少なくとも15年前とかに始めていないと多分そういうとこには乗れないので。なんか後からすごい参入して、もう明らかに稼げるっていうのが分かってるけど、爆速で稼ぎたいみたいなのはやっぱり虫が良すぎて、そのヒカキンさんとかはじめ社長とか、あの人たちがなんでアングル大きくなってるかっていうと、まだ稼げるかどうかも分からない。一般の人が全く何にも認知されてない。なんだったら怪しい。なんでそんなことやってんのとかって言われてる中でずっと頑張ってきたっていうのがあるからなんですよね。 それが今、YouTube とかでもう明らかに芸能人とかも YouTube を始めて、何だったらその芸能人とかよりも YouTuber の方が影響力があるとかって、その状態になって、もう明らかに YouTube で人気が出たら稼げるのが確定してますと。ま人生上がりですみたいな状態なの,のが確定していて、今から始めてそんなに短期間で売れるっていうのはやっぱり難しいので、まあその人によりますけどね。めちゃくちゃ能力がある人だったら別かもしれないですけど。まあだからあんまり焦りすぎないで、なんか長い目を持ってやっていくっていうのは本当大事なことだよなとは思いますね。 はい、もうそうじゃないとほんとしんどくなっちゃいますよ。その言ったらみんなそのブログでお金を稼ぐためにとか、まあブログじゃなくてもいいんですけど、ビジネスでお金を稼ぐために何かをやってきてる人じゃないんじゃないですか。それはほとんどの人がそうだと思うんですよ。でもそういうことを何もやってきてないけど、半年とか一年でお金稼ぐっての、ね、はやっぱ無理なんですよね。まあそれはできないとは言わないけど、できる人はいるけど、やっぱ多くの人は無理。で僕自身もそれができなかった人間なんで。まあ18歳からやってるんですけど、やっぱ18歳の時には本当にそんなバイト経験もなかったですし、 もうビジネスでもお金を稼ぐとか。まあしかも当時は今とは違ってね、その YouTube も SNS も何もない時代だったんだよ。結果的に言えば僕は半年とか1年で全く稼げず。まあ収益として、ブログの収益が100万円を超えたのは僕はブログ始めてから11年とか経ってからなんで、その間に代理店とかでも働いていろんな経験をして、それでブログをやって、いや、それは稼げるでしょっていう話で、うん。だからって言ってね、別に10年間かけてブログをやって稼げるようになるとかそういう話ではないですけど、なんかもっともっと、 なんか地に足をつけて何をやんなきゃいけないのかとかそういうのをマジで考えてやっていく方がいい。あの、大人だと思うんで。まあ、20代後半から、えー、っと40歳ぐらいまでが多いんですけど、うちの YouTube チャンネルの視聴者さんって。ある程度大人だし、いろんなことが冷静に見れると思うんですよ。客観的に。あの、若かったら人生経験少ないんで、やっぱわかんないと思うんですけど、でもサラリーマンとかいろんなこう社会人経験もしてるんで、やっぱお金を稼ぐのがどのぐらい大変かっていうのもわかると思うんですよ。じゃあ自分がブログでやってる自分のじゃあ、費やしてる、ブログに費やしてる時間が、 自分がじゃあ目指している目標に対して似合ってるかって言ったらやっぱり似合ってない人が多いんですよ。極端なのし、えっと1日ブログ1時間しかやってません。でも月収20万円欲しいですみたいな。いやいや、もう計算おかしいじゃん。だって社会人として1日平日ですよ。1日8時間を何年も何年も働いて、で、それでやっと月収20万とかもらっているような人が急にブログで1時間で何のその下準備もない中でそれ達成できるかって言ったらやっぱりもう達成できない。でもそういうのってわかると思うんですよ。 まあ年齢だけじゃないんですけど、やっぱり社会人経験があると、そのお金に対する理解とかそういうのも深まっていくと思うんで、なんかちゃんとこう、冷静にいろんなことを考えて周りを見ながらやっていけるといいなとは思いますね。すいません、長くなりましたけど。いい記事目指して頑張りますと。ただ上位表示されているライバル記事がとても質がいいとは思いません。あのね、これもね、考え方が <laughs> 別に攻めたいわけでも何でもないんですけど、えっと上位表示されているライバル記事がとても質がいいとは思えないから、自分もじゃあ質を下げてもいいかって言われたら、これは全く完全に別の話。 その自分はライバルを超えていかなきゃいけないので、だからライバルの質が良くないんだったら自分はそれを超えていく。むしろそれを喜ぶべきですよ。それを喜んで、じゃあ質の高い記事を書いたら勝てるんだって、いうふうに思って質の高い記事をガンガン書いていくような感じじゃないと、なんというかしんどくなっちゃいますね。その、よく言うんですけど、対談とかでも、ライバルがいます。 で、そのライバルに対して自分は勝っていかなきゃいけないので、少なくともライバルと、ライバル以下のことをやってたら勝てないんですよね。後から参入してるんで、後発組なんで、絶対にライバルを超えていかなきゃいけないので。だからライバルの質が低いところで自分もじゃあ質の低い記事を書いていったら勝てるか、勝てない。だってライバルはもう先にやってるんだから。先にライバルの方が SEO で評価されているし、読者もついていると。古典のファンもいると。 その中で自分がそれ以下のことやっても勝てないので、だからとにかく、えっと、相対評価なんで、どうしたらライバルよりも上に行けるのかっていうのをとにかく考えることが重要です。で、そうなった時に記事の質は、まあそれなりで、じゃあ記事を量産していくのがいいかって言われたら、僕はいいとは思わない。まあそういうふうにやってる人っていうのも全然いると思うし、それで全員が結果出てないとは言わない。あの、うまくいってる人もいますけど、 まあ毎日更新の方の考え方の方が分かりやすいと思うんですけど、まあ、結局、あれって何かっていうと、記事の質はそこそこにして記事数を稼いでいこうっていう戦略なんですけど、僕は、えっと、ブログを毎日更新するっていうのは、本当に一日一枚、えっと、宝くじを買ってるのと同じような感覚だと思ってます。で、一日一枚、えっと、宝くじ売り場で宝くじを買うのがとてもいい作戦だなって思う人は別にそれでもいいんじゃないかなと思います。でも、それを多分10年続けたところで、ほとんどの人は当たらない。 もちろん当たる人はいますよ。えー、っと、1億円とか当たっちゃう人はいるでしょうけど、ただほとんどの人は当たらない。まあ、それをどう思うかですよね。まあ、ブログも同じで、あの、1日1記事書き続けて、それでいつか稼げるようになるかっていうのを追い求めるって、別にそれは否定しないです。本当にその人の考え方だし、それはそれで別に戦略としてなくはないと思う。ただ僕はそんなことをしても多くの人は稼げるようにならないと思うし、それをすることに何か生産性があるかって言われたら、ほとんど生産性ないと思うんですよ。だって同じような記事はいっぱいあるわけなんで、 今さら質の高くない記事を書いても、そんなの求められないんですよね。検索したらいっぱい出てきちゃうじゃないですか。まあだから話戻りますけど、結局自分自身が何をしなければいけないのか、何をして、何をするとお金をもらえるのか、で、みんなは何を求めてるのかとか、そういうことを考えながらやっていくっていうのはブログ運営本当に大事なことなんで、まあだから実際にじゃあどうしたらいいんだよっていうのがわからないっていうのは承知の上で喋ってるんですけど、まあブログ運営していくっていうことを考えるとね、 まあ自分自身がこうできることとか、そういうことだけを考えていて、うまく稼げるようになるわけではないので、視野を広げていろんなことを考えながらやってほしいなと思います。最近、無料ブログにて1週間書いているものです。初めての挑戦でほぼ毎日投稿しているのですが、フィリエートに関することに興味が湧いてきたので、収益が出る記事を書こうと思ってきました。その場合は1日で1記事はやめた方がいいか、ちなみに時間は4時間くらい使えます。レビュー記事などはまだ書いたことありません。 いや、とりあえずもうやり始めなんて別に1日1記事でいいですよ。ただそれで稼げるかって言ったら稼げないです。まあでも分かんないと思うので、いろんなことが。とりあえず記事書いていってみてください。まあ他のことはね、細かいことはウェブジェクト t v の過去動画とか見てもらえればと思います。投資家バフペットさんもゆっくりお金持ちになりたい人はいない的なこと言ってましたね。いや、ほんとそうですよ。もうほんまにそう。投資の話とはちょっと違うけど、まあでも似てるところはありますよね。本当に、ブログもまさにそうだと思いますね。準備に時間かけてやったら、 多分もっともっと成功率上がると思うんですけどね。ただなかなかやっぱりそれができなくて。だから短期間で稼げる方法をずっと追い求めて何年もやっててずっと稼げないみたいな人めっちゃいると思いますね。物は試しだと思いライター案件に応募し、トライアル案件受注しました。少しの間ブログ運営と並行しながらライターにチャレンジしようと思います。はい、全然いいと思います。まあいろいろね、勉強になることもあるし、自分のレベルを知れたりとかスキルアップにもつながると思うので、ブログ始め、 8か月ほどたち記事数は初期に書いた8時くらいで時々リライトをして様子を見ているのですが、サーチコンソールの表示回数が大きく上がった後に急激に下がるを繰り返して安定して増えません。記事数を増やしたりリライト回数を増やすべきでしょうかまあ、普通にあの記事数増やしたりリライト回数増やすってのはやっていいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、そういうものなので、右肩上がりでずっと上がっていくようなものでもないですし、なんかそれをどうするか考えるのがブログ運営なのでね、ぜひいろんなことをやってみてください。 まあ、記事数増やすとか、リライトするとか、あとは記事数逆に減らしてみるとか、サイト設計し直すとか、まあそういうことですね。20代で最近まで引きこもりをしてて、今は就活のための行動をしているのですが、今後のブログで収益を考えたときに、ブログに関係ある仕事か、全く関係ない仕事か、もし選択するならどちらを選びますか。それはもちろんブログに関係ある仕事でしょう。だって今後のブログで収益を考えたときにっていう前提条件が続くんだったら100、100%ブログに関係ある仕事の方がいいですよ。 わかんないけど、代理店とか Web マーケとか、広告触るとか、サイト制作とか、何でもいいんですけど、それはその方がブログ収益につながるからですね。他の仕事やってもブログの収益にはなかなかつながらないので。こんにちは、月間ユーザー、えーっと、9万程度のサイトがあるんですが、滅薄く案件が少ないため、アドセンスで月に3から5万円の成果で放置していますと。まあ、すごいけどね、それでも。なんとかこのサイトで収益を爆発的に増やせないかと試行錯誤しているんですが、アドセン、アドバイスをいただけませんでしょうかちなみにジャンルはエンタメ系の 特化サイトですいや、ごめんなさい。普通に難しいと思います。この申し訳ないんですけど、僕、いつも言うんですけど、とにかく収益出したいんだったら、収益から考えないとダメですよ。マネタイズから。あとで、マネタイズにつなげようと思っても、繋がらないパターンがめっちゃあるので、まあ、今回も普通に難しいんじゃないかなと思います。もう、売るものがないので、基本的にブログってどうやって作るかっていうと、この商品を売りたい。だから、こういうユーザーを集めてこないといけない。こういうユーザーを集めて、 ってくるためには、どういうキーワードで上位表示をしなければいけないのか、このキーワードで上位表示するためには、こういう記事を書こうっていう順番でやっていかなきゃいけないだから順番がまるっきり逆なんですよね。えっと、それを収益化できるかって言ったら難しいです。もう普通に、えっと、もうそれはそれで、えっと、アドセンスで参加の5万円の成果出てるんだったら、もうそれで放置して、その後ちゃんと収益上げたいんだったら、収益上がるようにブログ作っていくのがおすすめです。普通に難しいし、効率悪いです。あの、全然、 その興味ない人を連れてきて、その人に何かを申し込ませるって基本的にできないので。だから本当によくあるパターンは、えっと、主婦をとりあえず集めます。何やるか分かんないけど、主婦を集めます。だから、その集まってきた主婦に向けて、食材宅配を申し込ませるとかってやろうとする人いるんですけど、基本的に売れないです。その主婦って言ってもみんな食材宅配に興味ある人じゃないので。だから、例えるんだったら、その辺の道行く、主婦に声かけて、食材宅配申し込みませんかってやってるのと同じです。ほとんど申し込まないじゃないですか。自分自身だって申し込まないと思うんですけど、それで。 やろうとしてるのもそれと同じなんで、めっちゃ効率悪いです。だから普通に10万 PV とかあっても収益1万円とか、1万円もいかないようなサイトって結構あるんですよね。で、さっき言ったし食材宅配に申し込ませたいんだと食材宅配に興味ある人を連れてこないとダメです。じゃあその人を連れてくるためにはどういうキーワードで上位表示をして、そのキーワードで上位表示をするにはどういう記事を書かないといけないっていうのを考えないとダメです。だから普通に、えっと、むずいです。 ブログのノウハウをもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導するィギュアライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。結局のところ中地さんとは何者なんでしょうか深い質問きた。ボイシーでは、 アフィリエーターではないとおっしゃっていたし、そうなると経営者か教育者なのではないかと思います。中地さん自身はどう見られたいとかありますかいや、別に何もないですね。全くない。あ、でもアフィリエーターではねえよなと思いますね。だってアフィリエーター別にそんなに僕はやってない。まあ会社と、会社としてはやってますけど、僕自身がそのアフィリエーターみたいな記事をガンガン書くっていう感じではないので、経営者か教育者、教育者ではないでしょ。なんかそんな偉そうなこと言えるほど、 なんかちゃんとした人間ではないですね。んまあ経営者が近いのかな。経営者って言えるほどの会社経営してないけど、まあそれでも会社持ってて、一応ね、従業員とかいてってなると、まあその実績があるかないかは別にしても、その経営してるっていうのは事実なんで。だから、まあ経営者かもしれないね。でも別にない。経営者として見られたいかって言われたら僕は見られたくないですね。いや、マジでそんな立派な会社経営してないので、自分のことを経営者って呼ぶのもすごい違和感ある。 アフィリエーターよりは経営者かなって感じですよね。インフルエンサーでもないんだよなうん。だから、ちょっとわかんないですね。なんか誰か考えてください。<laughs> こういう人だって。YouTuber ーーでもないんだよな明らかに。ブロガーでもなければアフィリエーターでもない。何者なんだろう。